今回重野五郎のレジェンド物語実況17回目、9月の2日から始めていきましょう。残るねシーズンの試合もあとわずかですよ。まあ優勝はもう巨人が決まっちゃってますけども、この3位に入ればですね CS に出れますから、チームの勝利に貢献できるようにこの9月頑張っていきましょう。8月は残念ながら月間 MVP 投打で取ることどちらもできなかったけどね、9月は取れるように頑張っていくしかないだろってよろしく。じゃあ阪神戦初戦、これ投げることになるんでね、完璧なピッチングを見せていきましょうよ。まあ8月に残した数字というのはものすごく良かったですからね、他にライバルがいたから取れなかった、ポジティブに考えましょう。重野五郎がひどかったんじゃない、他がすごすぎたんだ。9月は他に負けないようにやっていくよ。さて来い。防御率ももうそろそろ6点台いけるからね。6点台の光景まだ一度も見たことないからさ、基本7点台以上だからさ早く見たいよね。早く見ましょう。見なきゃダメだわ。もうこれからどんだけ頑張っても防御率3点台に入ることはもうどう考えても無理だからね。100% 無理っていうのがちょっと悲しいけどね。しゃあない、前半戦あれだけ打たれまくったんだ。ちょっとどうやって抑えるか分からなかったからね、前半戦は。ジャイロしかなかったから、単純にただジャイロを投げれば抑えれるってカットじゃなかったし、こうやって打たれるしね。おお、でも石川取る、イエーイ前の決まり。このペナントでは本当に石川のビッグプレーが光るよ。石川いなかったら多分もっと失点してるわ。今防御率7点台じゃないと思うよ、8、9あると思う。それくらいもうこういうこの手の打球取ってくれまくってますから。まあ、取ってんの俺なんだけどね。よっしゃ、珍しく2点の援護が入ったぞ。8月はクソほど援護くれなかったんだけどね。どうした、生まれ変わったな。9月は重野を勝たしてやろうという気持ちが大きくなってるんだね、野手の中も。オーケー、分かったよ。なら期待に応えれるように、この援護に応えれるように抑えて。ワッツ頑張りたいのに頑張らせてください。お願いします。何してんの、論外だろお前。取れないのはまあいいにしても、なんで後ろに反らすんだよ、わけわからん。おいおいおい、お前のクソみたいなプレイから全ての崩壊が始まったぞ。関根、お前これ失点につながったら即変えるからな、覚えとけよ。うーわ、飛距離十分、変えましょう。はい、お疲れ様でーす。この後2軍行こうか。そうしましょう、2軍ね。そもそもそれ筒香が守るとこだし、なんでお前入ってんの、毎回これ入ってんの、おかしいだろ。なんで筒香ファーストだよ。これで OK。で、宮崎そこも入れようかな。これで OK ですね。はい、お疲れ様でーす。また会う日まで、会うことないですけどね。全部お前から始まったわ。嘘でしょ、取れるぞ。ナイス、梶谷、いい守備範囲だ。危ない、もうあの辺怖いわ。1点やっちゃったけどね。まあいいわ。さて来い。現在、打撃の方もね、打撃の方結構調子落としてるからね。打率3割あったのがもう2割9分、これで2割8分になっちゃったね。2割9分すら切っちゃったよ。このままいけば3割乗せてシーズン終了することはできないよ。ここ最近の落ち方やばいね。なんでピッチャーにも打たれてんのこの人、バカじゃないの本当に。取れよ取れよ、 OKOKOK。 どうやって取ったか突っ込むなよ、後ろ向きだけど。シュシュ、ロペスロペスロペス、わしゃすがにね、ゴムゴムの実食ってないと。石川は、石川取ってビッグプレイで、なんで、わーっつ。頭おかしい。病気の人がいます。ね。ここにいちゃダメな人がいます。は？はい？ファーストベースカバーに重野が入ってたよね、今。ね。入ってたよね。で、俺は丸ボタンを押しました。丸ボタンというのはファーストに投げるボタンです。押しました。結果、ロペスに投げました。は？消え失せろ。お前もじゃ。もう明日から2軍じゃ。どうでもいい。ここまでの活躍全部なしだ。消えてくれ、目の前から。もうどうでもいい、あいつは。よしよし、頼む頼む頼む、倉本入っとれない。ボールは中継、高山ナイスバッティングです。ベイスターズ、ここは中間守備を取りました。
よしよし、いいぞいいぞ、これは取れよ、インフィールドフライ。よしよし、アウトだ。気にするな、いなくなったやつのことなんて気にするんじゃない。今目の前のこと気にしろ。よし、終わった。あー、ファールゾーンか。スタンドに入りやがって。取れるぞ。なんで取れない。もう守備範囲の狭さ、本当に論外。もう坂本阪神に来てくれ。阪神じゃねえ、横浜だ。もう筒香とかさ、梶谷売っ払っていいわ。安崎も捨てろ。ショートに坂本置いてくれ。それだけでいいわ。いらんから、あいつら。もう自分で投げて自分で勝つからよ、ゴロはよ。いらんから、もうちょっとやるべきだから。取れるぞ取れるぞ。あー、逆転はなんとか防いだけど、本当にクソ守備連発だね、このチーム。まあ、今日だけでもう2人2軍いくからね、はい、もう名前言いませんけど、1人に関しては、まあ、外野手の方に関してはまだね、打撃が良かったら1軍に残しておこうとは思うけど、まあ良くないので2軍に送りますけどね。もう1人の方はもうちょっと野球できない方なので、野球のルールを知ってないのプロ野球選手になれた、ある意味天才ですよ。そういう方なので、うん、なるべく俺の目の前にいてほしくない。プロなのプロじゃないという、論外ですよ。恐ろしいプレーだったね、本当に。でリアル今目玉1つ取れましたからね、漫画みたいに。妙演技でありえなかった。これからエイリアン起用で OK だ。まあ2点はやっちゃったけどね、2点クソみたいな守備のせいでやっちゃったけど、気にするな。自分で取り返せ。タイミング全然合いません。第3球を投げた。1球外してボール。カウント1ボール2ストライク。危ない球。第5球投げた。このダメか。まあ進塁だとポジティブに考えよう。つないでくれるでしょう。頼むぞ。あ、いい点入らない。トップバッターは北条。よし。もうやって。ここの守備の人たちおかしい。頭もう何なんだよ。とまともなやつ一人もいねえよ。もう打たれたら終わりだと思わないとね。やっぱりもう崩壊してるよ。これがアマチュアか。カウント1ボール1ストライク。ストレート空振り。タイミング合いません。弱かった時期の横浜に戻ってんじゃないですか。うぃーすごい。どうやって取ったし、そうやって取るやつ初めて見たわ。よく取れたなお前。やべえ、もう間違いなく好プレーに選ばれるね。うん、あれは坂本にもできない。坂本ですらできないと思うわ。よしよしよし。まあまあライナーでは取れなかったけどね、後ろをそらさなかっただけました。で今日は原口によくやられてんだよな。おエリアエリアエリア。あー、もう被安打何本、10本くらい打たれてる。10本いたかな、8か、かなり打たれてる。うーが、よし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 、追加点取ってくれた。これは素晴らしい。 Thank you very much、 ありがとう。 I love 横浜。守備はクソだが打撃がいい。9月ノリに乗ってきたね。ただ重野が打たれると月々取ればいい。ちょっとイメージとしては悪いぞ。点取ってくれたんだ、頑張りどころだ。バントで来る。まあこれもファーストアウトだ。ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。板山に打たれてレフト前。板山ナイスバッティングです。ほんとよく詰まるねこのゲーム。外野前進しとけ。もベイスターズ外野は浅めの守備を取ります。追い込んでから第3球をボール。カウント1ボール2ストライク。危ない球。第5球投げた。打ちました。1、2塁間。月取れるぞ取れるぞ。よーし、ナイス。3点目はなし。いい守備が出たね。石川だったらできてない。あ、石川とか言わないでおこう。もう聞きたくもない名前なんでね。言いたくもないわ。言わないでおこう。まあ、どっかの誰かさんならできてないね。ああいうプレーは。なんかまた変な方向投げると思う。ルール分かってないんで。ゲッツーって多分取り方分かってないと思うんで。やばい、野手で3の0。全く打てなくなってる。さて7回のマウンド、 HQS かけてね。
登場。今日はここまで3打数ノーヒット。投げた、決まってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。投げました、よし3球三振、完璧だね。力でねじ伏せました。内角低め、見送ってストライク。まずは決めてきました。打った、センターへ上本、いいバッティングを見せました。外野前、全部外野前だ。掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第1球ストライク、第2球投げました。ストレート見送ってストライク、簡単にこれで三振。フレ三振、イエス。7回の裏が終わり、8回目行こう。追加点入ったよ、また。よっしゃ、3点差になってる。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で重野、投球これから2球目。ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、通信。第4球を投げました、危ない球。もう俺の時ここ取らねえくせに、わけわからんぞこいつ。投げた、打ちました。審判がクソで野球できねえよお前、どういうことだろ。アウト、ベイスターズ。よっしゃ、さらに追加点だね、4点差。もう行けるとこまで行きましょうよ、関東勝利ですよ、目指すは。今日はここまで3打数2安打。投げた、インコース引っ張った。危ねえな。これは左に切れていきます。第3球は一つ外した。振るやん、振ってくれ、振るべきだよ、なんで振らない、人間じゃねえわ。三振だ。低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。今日5月に2安打、なんかこの辺で一発浴びそうな雰囲気はある。投げた、打ちました、取れ、受けた。ボールは中継、ゴメス、ナイスバッティングです。ゴメス取れてないよ。今流し打ち、どうだ。これも取れない。何してる。ボールは中継、可能、いいバッティング。第9球投げた、初球決まってストライク。まずは入れてきました。ドキは3球目投げました、空振り三振。重野、3球で仕留めて。守備は信じねえ。ライダーは決まってストライク、流し打ち。追い込んだら最後インハイのジャイロで終わりだ。投げました、打ちました。ボールはライナーでセンターへ、ヒット。ボールは中継、1点取られたら HQS なくなっちゃうよって知ってるのかい、君知ってるかい。これから2球目、決まった、ストライク、軽く追い込んでまいりました。さあ4球目、ストレートはもうチャンス G、 三振持ちだろ、絶対振る球だろ今の。オーイエース、行こう。さて関東行くぞ、14安打で関東っておかしな話だけどね。さらに追加点入った、もうこれは勝ちは確定だな。ただスタミナが切れたら厳しいよな、切れる前に勝負を決めたい。はい三振、あと2つ、あと2つだけど高山、福留と今日打たれてるバッターに続くわけだからね。外野前進側だとなるというね、ありがとうございます。関東目前でのツーベースだ。やっぱ球威がなくなってきてるとこだからさ、これは打たれる。これもこれは逆に外野前、もうクソムカつくのマジで、なんなんだこのゲーム本当。これはわずかに外れています。内角高め、見送ってストライク、あーもう無理だ、もう無理。原口を抑えてゲームセットか。いやはい、取るやん。はい打たれた。もう追い方が下手だな本当に。はい、もう無理、あとはもうピッチャー任せる。もう無理、やめちまえ、無理だ。三上頼むよ、守護神だろ、抑えてくれよ、うん、はい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 、全部返されたね。いたランナー全部返されました、ありがとうございます。はい、 QS、 HQS ともども消えました。今季8勝目、何も嬉しくありませんね、全部返されたから。期待して損したわ、このクソみたいなピッチャーによ。二軍に落とすやつ多数いるわ、落としてある、すぐ落としてある、やべ、イライラが頂点達してる。はい、まず消え失せろ、お前だ、全部返したお前から消え失せてくれ、頼む。守護神を安明にしよう、全く機能してない安明にするわ。そしてお前消えろ、防御率 0.77、 関係ない関係ない、
俺の前からすぐ消えることだ。おすすめするよ。そして次だ、野手だ。はい、誰かは言わないけども、はい、君ね、やってくれた君ね、代わりに誰をあげる。まともな選手誰もいないけど、誰あげる、誰あげる、誰あげる。誰もいないね、本当に誰もいないわ、このチーム。うん、もう内村でいいんじゃね。で、もう一人、はい、君だね、君だね。はい、はい、はい、荒波あげよう。なんで荒波今まであげてなかったんだ。おかしな話だよ、ガン無視してたね。さて次の試合行きましょう。非常にイライラする試合展開ではありましたけどね、試合になりましたけども、まあ勝ったのは事実ですから、うん、勝利投手にはなりましたのでね。はい、すげえイライラしてるけどね。あの3人はもう上げるつもりないですから、もうずっと2軍でいろ。お前らなしで CS 戦い抜いていく。防御率 0.77 な、知らん、そんな関係ねえ。大事なところでしか打たれねえ中継ぎ、防御率 0.77 必要ないよ、いらない人間だ、不必要。これから中盤4回に入ります。バッターはうなる剛速球、資源初球を打ちました。北条、野手ではこれ掴みました。フライ連発、初球打ってね、うん、もう落ちるとこまで落ちてきたもんね。ようやく1本出たかな。おいー今なんか取れそうな感じあったけどね、気使ってくれたのかな。9月最初のヒットがようやく生まれましたね。前の実況から合わせたら9月今ここまで10何打席連続凡退してたからね、助かったよ。何も助かってねえわ。またここから10何打席連続で凡退するんだな、そういうことだな。1戦目終了です。第3球を投げた、パー打ち、デッドボール。打つ気だったのに、まあ打てないからデッドボールの方がまだマシだね。デッドボールでこの時期に怪我という、それが一番最悪なシナリオなんでね。それだったらまだもうピッチャーで大炎上した方がまだマシなレベルだわ。野手で何十打席凡退の方がまだいいね。怪我だけはしちゃダメだ、恐ろしいよ。デッドボールでリアルに怪我はあるからね。打てる球がなかったね、そもそも。今日は2出塁とはまだ出てねえぞ。フォアボールよりもヒットが欲しいんだ。デッドボールもいらん、見たい思いはしたくねえ。投げました、外野フライ連発、止まらないね。もう微妙に全部ずれてるんだ、だから全部外野フライになるんだ、全部微妙にずれてる。あーどうだ、レフト前に落ちたね、一本来た、よかった。とにかく今はもう一本打つこと、本当打てなくなってきてるから。チーム5対4で無事勝利だわ。おー、ロペスが決勝グランドスラム、満塁ホームラン打ったんかい、マジか、お前天才じゃねえか。おい、ロペスの活躍もあり無事阪神戦勝利だね、よかったよ。おロペスは多分あのシゲの頃がフォアボール選んだ後も打ってくれたんだね、その後の打順入ってますから、よかったね。さてと阪神戦はこれで終了で、次何戦、巨人戦、ヤクルト戦ですか。野手でプレイしていきましょう。ハマスターホーム球場での戦いだからね、大活躍といきたいよ。一本ホームランが出ればまた何かきっかけをつかむような気がするんだけどな。起きた、ああ行ってないけど、タイムリーツーベース、2点タイムリーツーベース、いけいけいけ、よっしゃー、ナイス、同点タイムリーだ、素晴らしいね、いい場面で打てたよ。一本で終わらんぞ、打点もあと13打点で100打点到達。残る日程的にね、少し厳しい戦いになるね、100打点は。ホームランもあと4本で40本なんだけど、完全に今ねストップしてるからね、ご覧いただいてる通り打撃では完全に調子を崩してる。お、ただここでヒット、レッツゴーいただきましたよ。いろいろとねリーチをかけてる、打率3割だって達成したいし、ホームラン40本も行きたい、100打点も行きたい。リーチをかけてる中、ここからまた調子を上げていけるか。今日は2安打、ここはうまく打ったんだが飛びすぎだな。3打席連続安打とはならなかった。しかし調子は戻ってきてるぞ。ベイスターズラッキーセブンの攻撃に入ります。バッターはうなる剛速球、シゲ。今日はここまで3打数2安打、このハマスタではシゲのめちゃくちゃ強いからね。投げました、もうカウントは2ボール、本拠地ですから、オトさんがいた球場ですから。投げました、ホーす、復活の一撃だね、大丈夫、もう大丈夫でしょう。はい、今季37号目、完璧な一撃いただきました。もう大丈夫だね、今日に関しては。サイクルヒットまでスリーベースあと1本、期待してみてよ。サイクルリーチ俺めっちゃやってるけどね、これでもう5度目6度目くらいだよ、一度も達成したことはない。リーチはかける、
セカンドランナーちらっと見た。お、どうだ、レフトの頭は、うーわー、怖えな、あと一歩足りねえよ。誰も取ってくれてねえボール、悲しいな。アイチーム7対3で無事勝利、重野五郎の大活躍もあり勝利だね。本日のヒーローにも選ばれた復活の一撃じゃないですか。いやこれね、かなり今ギャレット佐藤俊也がホームラン数で迫ってきてますから、いやこのペースでは本当本塁打を抜かれるよ。ここまではなんとかね1位でやってきてましたけど、本塁打王ですけど多分もう抜かれてるかもしれないね。まだちょっと見てないから後で確認していくよ。もしかしたら抜かれてるかもしれないんで、本当今からかなり打っていかないと。これからベイスターズの攻撃に入ります。バッターはうなる高速球、シゲ。打点もあと12打点で100だ。投げました。よし来たー、ナイス、甘い球だよ。トゥベース、あと一歩届かないのがちょっとここ最近多いな。シゲの2投げた。よし。ダブルダブルダブル、ダブルをダブル打つっていうね。あーちょっと待ってな、セーフギリギリ、アップないとこだよこれ、調子乗りすぎだよね。しゃあ止まらんぞ、火がついたね。火をつけろ、デッドボールはやめろよ、ほんと今流れに乗っとんね、波に乗っとんね、落とすなよ。おいおいおい、逃げんのか。まあ今日の活躍見たらなかなか勝負できない、手も震えるのもわかるけども、逃げんじゃねえ。そう、男なら勝負で来い、なるべくど真ん中ストレートでな、来いよ。シュートかい、全然ストレート来ない、男じゃねえ。たまたまついとらんぞこいつ。ほんで結局フォアボールかい。一番盛り下がってる展開だわ、やめちまえ。今日全打席出塁か。お、ここも、あーもう出た、もうあのマウンドで当たって失速。なんかね、かなり不気味な失速の仕方ね。あそこなんかあるんじゃねえかっていう、いくらなんでもこんもりしすぎだろうっていうくらいの失速だからさ、なんかあるんでしょうね。明らかになんか止まり方がおかしいよ。当たってあんな失速することってなかなかなくない？チーム5連勝だ、波に乗ってきたねこれ。もう3位キープは間違いないでしょう。うん、残る日程的に、8ゲームありますしね。もうこっから何連敗とか何十連敗とかいうことがなければですね、もうこれ大丈夫だと。いや、大丈夫と言えないな。このチーム怖いからね、ほんとね。あの守備クソ、打撃クソな部分あるし。ね、投手もクソだし。いや、わからんよ。今、いや、やっぱ信じちゃダメだな。最後まで気を抜かずに戦っていこう。残る日程的に8ゲームあれば普通の球団だともう3位キープは確定だなと思うのかもしれない。しかしこの球団の場合だとそう思っちゃ負けなんだ。そう思った瞬間崩壊が始まるからね、気を引き締めて。投球これから4球目あるよ。前半戦首位でターンしてドベンだったチームですけどね。うわー、嫉妬打ち損じてゲッツーかい。やっちまった。4回の裏、これからベイスターズの攻撃。スタンドインの球だろ今のはよ。高速球、シゲド。第2球投げました。ストレート決まってストライク。投球はこれから3球目。打ちました。あら、あらら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 。取りました。打てなくなってきたの。ランナーはありません。嫉妬を打ち損じてからおかしくなってきたの。ランナー満塁来た。それも逆転のチャンス。これは任してくれ。この後に控えているのはロペス。インハイ。一撃で決める。第3球を投げました。よし、うわーでも落ちないか。まあいいわ、打点はついたからね。はい、同点。同点じゃ盛り上がれないな。打ちたかったよ。同点で迎える7回、あ、いいか、ここで打とう。チーム同点だ。はぁ、もうセカンド前方のフライになりました。どこでも打てねえ。今日ダメなんだ。もう1打点ついたからいいやって喜ぶ日、そんな喜び方は喜べない。あー、でチームはそのまま敗北。終わりだ。今日は1打点で終了。チャンスで全部凡退だよ。まあ犠牲フライあったけどね。あそこは打ちたかった。最低ヒットなとこだったね。残念。調子が戻ったのか戻ってないのかよくわからんわ。なんかクソみたいな凡退もやるしね。戻ったと言ってもいいのかしら、わけわかりません。はい、もう今回の実況はこれで終わりにしようと思います。次回9月の10日から始めていくんでお楽しみに。じゃあ最後成績見て終了といきましょう。今回はね HQS、 まあ7回で降りてたら、8回で降りてたら達成だったんですけどね、残念ながら達成できず、防御率は 6.97、 173イニング投げて8勝15敗。まあ勝ち投手にはなれましたからね。でこんな感じですよ。何も褒められる部分はないですね。はい。
で、野手の方では現在打率は2割9分1厘で、ホームラン37本、打点89打点。で、OPS は9割3分9という数字ですね。で、セリーグの本塁打ランキングを確認するとトップは、うわー !37 本でトップだけど、もうその差1本差まで来てる!やばいね、これ!やばいよ、本塁打を取れるかどうか分かんなくなってきた。今までは2、3本差あったんだけどね。後半戦はずっとその差開けてきたんだけど、ついに1本差まで迫られた。打点数では佐藤俊也がトップ。OPS でも佐藤俊也がトップといった感じですね。ギャレットが追いついてきたな。ここからまた気を引き締めて、ほんとふんどしを締め直してね、戦っていかないと。あっさりとホームラン王抜かれそうだね。ホームラン王すらも俺失ったらもうここまでの頑張りは何だったんだってなりますからね。そうならないように次回の実況もやっていくんでお楽しみに。グググググバイ、またを。